じゃあ改めまして本日の食材が豚ミンチ。餃子って肉肉しい餃子とジューシーな餃子どっちがいい？どっちもいいな。どっちもいいよね。どっちもいい。どっちも食べたい。じゃあどっちもいいとこ取りの餃子、肉肉しいやつだったらこれが入るさ。ミンチだけじゃなくてこっちも入るから。どっち豚？豚。豚の肩ロース。これ両方合わせて 300g。で別に肉肉しくなくていいやっていう人はこっちだけで 300g で、野菜ですね。キャベツ、調味料がごま油、上白糖、お酒、オイスターソース、なぜかこれですね、味噌と、あと生姜とニンニク、これおろして使います。おろしニンニクでもいいんですけど、おろし生姜とかこっちの方が断然うまいんで、もし余裕があったらこっちでやってください。で、ニラっすね。と、ジューシーなやつを作る場合だったら、ゼラチン。これですね。で、これちょっと時間かかるんで、ゼラチンだけ水にふやかしておきます。1枚でいいですかね。1枚。これ、水にふやかしておきます。すぐふやける？15分ぐらい。はい、これ、必ず水でふやかしてくださいね。お湯とかでやめてください。はい、おかしくなっちゃいます。はい、じゃあキャベツですね。はい、キャベツです。キャベツ1キロまあちょっと多いかなっていうぐらい。これも入るんだ。これ入る。これ3分の1ぐらいの頭落としてください。こんな感じですね。で、こう粗くでいいんでみじん切りにしていきます。たこ焼き作るのと一緒。そっか、たこ焼きこんな感じか。たこ焼きぐらいですかね。こんな感じです。はい、残りもじゃあカットしていきます。はい、切れました。こんな感じですね。そしたらここに塩、ちょっと多めの塩ですかね。これでちょっと置くの？置きます。しんなりするまで。15分ぐらい。30分ぐらいですかね。はい、こんな感じで外に置いておけばいいです。じゃあ、今度中華スープ、ちょっと70度ぐらいの中華スープ、ここにふやかしといたゼラチンですね、これ溶かします。溶かしてバットに入れてゼリーにしておきます。よいしょ。完全に冷たくなるまで冷えたら冷蔵庫の方でゼリーにしておきます。はい、じゃあそうしましたら、豚ミンチはもうボウルの中に入れます。これで大体 200g ぐらいですかね。ミンチです。肩ロース、これは手切りで粗めに。うーん、これが 100g。 これ 100g ぐらいですかね。で、合わせて300。そう、合わせて300で、これが肉の食感になるので。ゴロゴロしてるの？そうそうそう。肉肉しいやつも美味しいし、ジューシーなやつも美味しいもんね。うん、それでどっちもいいとこ取りな。これでどっちもいいとこ取りなんで、ここでね、餃子の好き嫌いが。はい、で、あとおろしにんにくとおろし生姜、一辺ずつです。一辺ずつ。俺もおろし生姜ってチューブのやつ使ってもいいんですけど、絶対こっち使った方が美味しいです。香りがいい。香りがいい。味も違うよね、絶対違う。それも一点分からんね。
うん、大体でいいですよ。大体一辺です。グラムで言ったら5グラムぐらいですね。こんな感じです。に、お酒です。お酒15グラム。で、お塩。お塩少々でいいです。で、胡椒も少々です。ごま油です。ごま油が30グラムです。上白糖です。上白糖。30グラムです。オイスターソースです。オイスターソース10グラムです。あと、お味噌です。今日は合わせ味噌を使ってます。30グラム。で、ここでよく混ぜます。砂糖が入るのが意外だな。砂糖入ると、柔らかくなるんですよ。お肉が。お味噌も？お味噌はコクを出したいだけ。お味噌はコク。オイスターは？オイスターもコク。コク。めっちゃうまいね、じゃあ。本当に？これサーフ&ターフ効果。あ、出た。サーフ&ターフ。海のもんと山のもの。そうか。で、ここでよく粘りが出るまで混ぜてください。ハンバーグ作る感じ。めっちゃ粘り出てきた。ここで本当に粘りを出すのが大事です。ここポイントね。ポイント。で、一瞬柔らかくなる瞬間があるんですけど、そうなったら止めてください。もうそれ油溶けてきてるんで。はい、こんな感じです。そしたらこれで冷蔵庫に休ませておきます。キャベツ30分ぐらい経つと水が出てきた。こうやって水出てきますよね。わかります？うん。で、これをもうカンカンに絞っていきます。で、布巾とかで絞ってもいいんですけど、今日ちょっと初めてやるんですけど、ジップロックに入れて絞ってみたいと思います。絞れるんだ。よいしょ。絞れるかどうか、いや、わからん。よし、ブロックに入れて、閉めて、で、後ろに、入れて、で、シュガー袋みたいな。そう。成功じゃないですか、皆さん。新しい発見ですよ。お水が出てきた。ただここ汚れますんで、ちょっとシンクの方に移動して絞っておきます。シンクの方に行ってもまあまあ被害は多いんで、ここにこういう、そう、ダスターを一つやって。すげえアイディア。皆さん、わかります？これけど、散らばらないね。こんなにキャベツから出たんですよ。すごい。でも、こんなんじゃまだダメなんで、もっと絞っていきます。そうですね、こんな感じで絞れました。はい、はい、じゃあ、これはこれで置いておきます。はい、でも、これで本当に絞るの一人じゃ無理なんで、普通だったら、これだったら一人で絞れますよ。はい、次、ニラですね。ニラ、角切りぐらいの、ニラの幅と同じ幅ぐらいで、切ってってください。あ、これ切るとき、お尻からじゃなくて、頭から切ると、これバラバラにならないので、こっちで切ってってください。ネギとかでもそうなんですけど、ここ、繋いだまま、そうですね、ここ繋いだまんま、もしここバラバラになってる場合だったら、こういうダスターで打ってやって切っていくとバラバラにならないんで切りやすいです。どんどん餃子っぽくなって、でここを捨てればゴミもコンパクト。
ミンチの中ボウルの中に入れてください。はい、こんな感じです。で、まだ混ぜません。で、このまま冷蔵庫です。はい、はい、プルプルのゼリーができました。中華スープゼリーですね。中華スープゼリーできたんで、うん、これフォークでうりゃうりゃーっとぐちゃぐちゃーっといきます。もう大体分かったでしょ。分かった。これがジューシー、あれだ、ジューシーのもと出てくるやつだ、食べた時に。そうです。お水じゃないんだ。お水だとやっぱね、溶けて包んでる時に出ちゃったりとかするんだよね、うん、あ、これゼラチンにすることによって出ないんだ。混ぜても大丈夫。ここにキャベツですね。中華ゼラチン。で、ここでざっくり混ぜます。これも混ぜすぎないってことが大事です。手のあったかさでゼラチンが溶けちゃうので、すべての食材を冷たくしておくってことが大事です。大丈夫。今日ね、助っ人呼んどいた。うん、あ後で出てきますよ、助っ人が。はい、完成です。あとはおかみがこれを包んで、焼いていきます。頑張るぞ。はい、じゃあ進んでいきましょう。はい、はい、違う、まあ、これから、はい、じゃあ、突然現れた餃子包みマシン3号3号包むの常連さんですごい美味しいピザ職人さんです。健康型です。よく似てるでしょ。似てない。似てる。もうこの界隈で健康ばさんって言ったら、ああ昨日来ましたよっていう、そんな会話が成り立つ、そういう餃子包みマシンさんです。頑張って包みます。頑張ります。はい、僕が一個ね、包んでおい、あのサンプルこうやって置いとくんで、はい、これ完コピで、はい、お願いします。頑張ります。やりますか。はい、データ入力完了。はい、頑張って。餃子そのプログラム入ってないんで、あ、餃子餃子を食べるだけだ、食べる専門なんで。餃子欲張って入れないと。そうですね、欲張った。そのままでいい。これを真ん中を押して、うん、端から。完璧ちゃうこれ。完璧。このフォルム、美しいフォルム。フォルム。ひだが、ひだがあるよ。さすが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 マシン。マシン。今からいっぱい作るぜ。作るぜ。今リニューアルしてるんですよね。いや、もうちょいでします。はい、計画中なんですね。計画中です。はい。それですごいかっこいいカウンターができるとかできないとかっていう構想ですね。そうですね。カウンターがちょっと大きくなくて、うん、いい感じになる予定。美味しいお酒とピザが食べれるっていうですね。生まれ変わる。生まれ変わる。
今でも美味しいお酒飲めるんですよね。まあ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 。でもポケモンみたいなサイダーもありますよね。サイダー、ソーダ。今クリームソーダあった。ポケモンみたいなやつありますよね。ここはもう餃子のマーチで。今餃子のマーチなんですか。使えるかな。餃子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 違ったね。東京優勝優勝でなかった。なんかちっちゃいスーパー行くと大体流れる。あるあるある、ね、よし。いや包み終わりました。あとは食べるだけっていうわけで焼いていきますか。はい、じゃあ火つけますね。テフロンパンですよね。やっぱね、油大事なんですよね。カリッとしないですよね。焼く骨はあるんですか。焼く骨、特にないんですけど。並べ方ガーッてやりますか。ガーッて。あれなんですよ、温まる前に乗せていくんですね。そうです、そうです。もう温まってますけど、やでいいんです。で必ず生餃子の時は、まあ、特にそうですけど、あの熱とお湯を下半分ぐらいまで。もうちょっと行きますか。はい、で蓋します。あとは皆さん、餃子マシーンは黒ラベルで動きます。燃料黒ラベルです。じゃあ今日のギャラありがとうございます。ありがとうございます。あれ、なんか私のギャラ、私のギャラって言ってる人はバナナジュースでしょ。そうだね。でもまだ焼けないよ。はい、チン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 。最初もうちょっと。やばい。五無意地にして。よいしょ。これ火が下にあって熱いの俺。でした。すごい。よし、はい。食べてきまーす。できました。食ってるぞー。キュンです。キュンです。本当だよこれ。すごい。ゲスト。マシン。マシンじゃないよ、ゲストなんだよ。行っていいんですか。行って。あ、行っちゃって。ちいちい、ちょっと待って。めちゃくちゃ行ける。あ、行けるでしょ。二個食い。います。いただきます。うまい、イエーイ。いただきます。いただこう。2個食い行こうか。あ、出た。うまい。いただきます。めっちゃ出てる。美味しいね。おかみがやるね、これ熱いよ。おかみがやる。ちょっと大将何言ってるかちょっと。わかんないの。まあ、うまい。やっぱね、これぐらいこう、ジューシーだね。美味しい。肉が感じれる。キャベツも甘い。やっぱね、餃子包んだ後食べるのはね、もう包んでないですけど。うまいね。いろんな話できるじゃないですか、餃子包んで焼いて。家族でね、やると
本当楽しいと思います。餃子パーティーがね、流行ってるのもよくわかると思いますよ。で、どうせだったら美味しい餃子作った方がいいと思うんだったら、この動画を参考にして作ってみてください。肉肉しく、さらにジューシー。両方、両方味わいます。バイバイ。